ゆきこです。ホテルから、ホテルから出てちょっと散歩して電車に乗ります。中学とか小学校とか中学とかいろいろありますね。このグランプラザすごい背の高い建物ですよ。何階建てだったろう。中学校で、小学校も2カ所ぐらいありましたね。バスターミナルとかがあってね。で、これゴミ箱、こういうオレンジ色の可愛い形してますね。ね、バスターミナルを取って進んでいきます。これ香港散歩ですね。で、香港で時々男の人とか男の子でも日傘さしてる人いますね。私の日傘はこのディズニーの日傘です。で、香港のデモとかプロテストとかそんなに今日やってないみたいですね。飛行場の空港降りたところでなんかプラカードとか持ってる人はいましたけどね。はい、あ、このねポップコーン、ポップコーンっていうの結構有名な、まあ有名なあれですかね。はい、はい、マーケットプレイス、はい、あれ船してるよ。こういうね、コーラ人参みたいな。まあ2階建てのバスが目立ちますね。あ、これだと雨降っても大丈夫ですね。電車で行くんでね。はい、あ、なんかこれ月餅かな。あ、うわ、美味しそうじゃん。この黄身が入ってんですかね、中に。これはお茶。これディズニーランド、このエアポートから近いんですね。ディズニー、いつか行きたいです。ダニエルの友達のお母さんがディズニーの関係者って言ったらちょっとカッコつけすぎですけど、個人請負でディズニーの仕事をなさってるそうなんですよ。で、そのディズニーはアメリカのディズニーだけでなく日本でも中国でもフランスでも使えるっておっしゃってたんで、泣きついて一緒に行きたいと思いやす。まあ来年再来年いつになりますかね。はい、まあ、この電車駅出たところでもなんかやってますね。なんか募金運動みたいなの。はい、エレベーターちょっと早いのかな。なんかちゃんと捕まってましょうみたいなポスターがありましたね。で、これが大人用のアダルトシングルジャーニーチケット、まあ、これ明日使うんですね。まあ、今日と明日、電車に乗るんでね。80年代って30年前のことですかね。
まさか130年前じゃないですよね。でも白黒写真ですよ、これ。駅あの10駅ぐらい乗ったんですけども眠くて、でその後ちょっと起きるようにはしたんですけどね、あの一駅一駅あのいきなりねここで降りるぞって言われたらちょっと困るんでね、一駅一駅起きるようにはしてましたけどもね。はい、とそう、ね、ここはそうイスシニアダーポーチュークロシェット。What is this for? What? What is this for? Not the cruise ship? Just no. Dinner? Yeah, and walk around. There is some market area.この辺もマーケットがあるそうです。あのクルーズシップが出る船からはそんな遠くはないみたいですけど、船のが出る駅とはちょっと違うそうです。やっぱり早いですよこのエレベーター、あのリフト、あのやっぱりイギリス英語なんですね。エレベーターって言わないでリフトって言って、センターのセンターもなんかセントレみたいに書いてるし、イギリス英語っていうことですね。ビルもあの1234って言わないで、あのグラウンドフロア、ファーストフロアっていうそうですね。ってことは1階って言った場合あたかもう日本とかアメリカみたいにあのえっちらおっちら行くなりエレベーターで行くなりするといいですね。まあ、その運動不足なんですかね。うわでもエレベーター早い。This area has like shop. This is like shopping district, not like Saxon Avenue, but like street market shopping district kind of thing. Yeah, afterwards, because they have like night market. パン屋さんだ。なんかこの辺昔の映画とかで見たような気もないっすね。あこれね、なんか東洋医学のなんちゃらですかね。してますね。水牛の角の櫛とかちょっと探そうかな。夜のマーケット。するひとときです。
さないですけど、この、レストランで、女性の一人お一人様のお客様結構いますね。何人だろう、1、2、3、4、5、6とか。男性のお一人様、女性のお一人様の方が多い感じしますね。一説読むじゃない、アイカフィスタ、私このお魚のダンプリングなんですよ。フィスダンプリング、あ、こっちがお魚のダンプリング。Did you get? What did you get? I got this one. ダニエルはですね、普通、いわゆる普通のレギュラーのダンプリングですね。まあ美味しそうですよ。ちょっと疲れが出てます。暑かったしね、なかなか眠れなかった。ではいただきます。あとも6時35分です。まあそろそろね、夜景が、そろそろ夜景が綺麗になる時ですかね。じゃあこれからホテルに戻ります。ヤマテって言ってるように聞こえますね。ホテルに戻ってきました。やっぱり暑いところ歩くと疲れてしまいやす。ベガって星の意味ですかね。ベガって英語ですかね、それともラテン語なのかな。で今回私たちは、ホリデーインエクスプレスに泊まっております。カオルンイースト、まあ、クーロンイースト、クーロン東ですか。ホテルの部屋に戻ってまいりました。で、小学校、中学校、あ、ちょっと暗いと分かりにくいかな、こうなっておりますね。はい、クラウンプラザ、すごい背が高い建物ですね。はい、というわけで今日はここで、はい、終わります。ありがとうございました。